はい、現在の、第7ランドの駐車場の空き状況をお伝えします。僕ね、たった今起きたばっかなんですよ。あ、雪降ってますね。あ、やっぱ積もってますね。昨日ね、まず駐車場状況だけから行きましょうか。実中は満車で、で、たまたま、まあそこね、まあ空いてるんだけど、どういうわけか。たまたまでしょうね、多分ね。誰か帰ったんでしょうね。で、青空駐車場ですね。埋まってて、ずっと向こうまで、あの辺までですね。途中までですね。埋まってますね。やっぱ日曜日で今日天気がね、今日、雪と、晴れのはずなんですけど、あ、晴れて、そうですね、そうなるんでしょうね、多分。雪と晴れですね、今日は。はい。で、積雪がね、道路がね、どんどん積もってますね。こういう感じですね。この茶色いのがさ、茶色いのが、古い雪。で、その上に、この白いのあるじゃないですか、白いのありますよね。白いのが、雪がどんどん積もってる証拠ですね。で、昨日の夜僕、これかな。ここに手やったんですよ。で、こんだけ積もってますね。昨日4センチ。ま、だから10センチぐらい積もりましたね。はい。だから、今日、あれですよ。どうだろう。10センチか15センチパウダーですね。ゲレンデ。その下が、まあ、固めの踏み固められた雪ということですね。で、多分ね、検問やってんじゃないかな。どうかな、わからないな。誰なのね、指導入る前、手前でガードマンさんが、検問やって、チェーン巻いてない車は入れませんというふうに、検問やってるんじゃないかな。僕、昨日検問くれたんですよ、朝。1センチか2センチぐらいしか、道路積もってなくても検問受けました。今も1センチか2センチぐらいでしょ。3センチぐらい、ちぐらいかな。わからないですけど。はい、だからチェーン持って、来ることをお勧めします。はい。まあ、こんな風にね、土日月と、ダイヤランドと高須スノーパークのゲレンデの混み状況と積雪状況アップしてますんで、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。古い過去の動画がおすすめに載っちゃうんで、常に最新の動画を、チェックしたいという方はチャンネル登録していただければなというふうに思います。はい。では、またゲレンデアップしますね。では。